ッチングが一番大切なものだっていうことを言ってるので、今、まあ、スローイングより、ブロッキングより、何より、こう、レシービング、まあ、低い、際どいボールをストライクに見せるっていう、そっちの方が、多分統計的にも、あれですよね、勝ちにつながるっていう考えなんですか、三好さん。そうだね、だから、ツインズとかも、まあ、今までキャッチングコーディネーターっていうのが本当に長い歴史の中で一人もいなかったんだけど、18年に初めてそのターナーさんっていう人を、まあ、専門の人を雇って、まあ、フレーミングを本格的に導入したんだけども、まさに今言ってくれた通りで、そのボトムのストライクゾーンの3つのさらにそこの下ぐらいを、まあ、取っていくことっていうのが、まあ、162試合のその統計とかにセーバーメトリックスで換算していくと、まあ、勝率にもろに結びついちゃうっていうのがやっぱデータとして出ちゃってるから、まあ、それでまあ、フレーミングの流れっていうのがこれはもうメジャーの中でももう今主流になってきたみたいな感じだよね。そうですね、まあ、練習もキャッチャーの練習をずっと見てると、一番やってる練習っていうのはやっぱりこのキャッチングの練習で、毎日それがルーティン化されて、まあ、とにかく低めのストライクを上に持ってくるっていうことは、下から、勢いをつけて、その勢いのまま上に持ってきてキャッチングするっていうのが、まあ、基本なことなので、まあ、それをできるように、まあ、重いボールを使ったり、重いボールを使って下から投げてもらって、それを地面すれすれのところからこう上に持ってきて取るとか、まあ、そういう基本的な練習は毎日キャッチャーはルーティン化してやってますね。それって何も、じゃあ、今年は特に顕著にやってるってこと、それともなんかここ過去数年とかに、なんかそのやっぱフレーミング動きがメジャーの中出てきた中で、もう組織としてじゃあそうやってやっていこうみたいな感じになってたのかな。去年から組織としてというか、まあ、ジャイアンツもフレーミングをやり始めて、に重点を置いてやり始めたのが去年なんですけど、まあ、今年から来たそのキャッチングコーチが、もう本当それを専門にというか、本当それに重点を置いてフレーミングをしてるんで、本当に今年からもう、全てのキャッチャーをこう、入れてそのフレーミングを やり始めたというか、去年まではまあ、その興味がある選手だとか、そのフレーミングっていうのを受け入れる選手に少しずつこう導入していったっていうのはやってたんですけど、今年からは本当にもうチーム全体でというかキャッチャー全体でやり始めたような気がします。それはじゃあ何、今年からその専門の人呼んだっていうのは、じゃあ、キャッチングコーディネーター新しい人雇って、その人がじゃあメジャーの方とかも巡回してマイナーも教えるみたいな感じなのかな。新しい人はメジャーのブルペンコーチなんですけど、その人が、キャッチングコーチも兼ねてて、その人がもうそのフレーミングに関しては多分専門なので、うん、はい、その人が、まあ、メジャーのキャッチャー、メジャーのキャンプに招待された選手も含めてやって、でキャンプにはマイナーリーグの、まあ、元その人はジャイアンツの選手なんですけど、その人がキャッチングコーディネーターで、その人も来てて、まあ、一緒にこうまあ、キャッチャーのフレーミングの練習なんかをしてて、まあその人が多分その新しい人の考えも持ち帰って、こうマイナーリーグのキャンプに入っていったんじゃないかなと思うんです。まあ、じゃあ上からバーンと落としてるみたいな感じじゃない、それを。そうですね、はい。ちなみにその今のメジャーのフレーミングとかやってる教えてる人って、バックグラウンドってどんな感じなの、ジャイアンツ来る前。去年はマイナーリーグ、去年までマイナーリーグの監督か、フィールドコーディネーター、ちょっと詳しいことは分かんないですけど、タンパベイでやってた人で、まあ、マイナーリーグの監督の経験もありますし、
そうですね、その人が、まあ、監督に呼ばれてきたんじゃないかなと思うんですけど。なるほどね、やっぱ、まあ、タンパもね、やっぱフランチャイズ的に大きなマーケットじゃないから、球団的に多分そんなにお金持ってるとこじゃないから、やっぱそういう人材を集めてるとこだからね。まあだからやっぱ引き抜かれるよね。まあ特にその統計学が主流になってきてる今のメジャーだったら、やっぱそういうとこから人材欲しいだろうから。なるほどね、うん、まあすげえ一つの疑問でポージーとかいるじゃん。やっぱやるんだ、ちゃんとパーンってこう。そうですね、もうだからその考えもどん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 選手に入れてってるんで、まあ、どこまでそれを入れていくかっていうのは選手たち その自分の考えとか今までやってきたこともあるんで、うん、でなんですけど、選手によってまたそれは違うんですけど、まあでもこう試合のビデオなんか見てても、まあ、ポージーもあれですよね、膝を落としてキャッチングし始めたり、うん、フレーミング、まあ、まあ彼はフレーミングの番号がナンバーが前からいいんですよね、リーグの中でも結構いい方なんで、うん、まあ、特に新しいことを意識してやってるっていうのはないんじゃないかなって見てる感じでは思うんですけど、うん、ただでもいろんな、方法の練習とかをキャッチャー全体にさせたりして、うん、でまあいろんなオプションを作ってあげて、でそれを導入、まあ、見た感じし始めてるんで、まあそうですね、フレーミングの番号が昔からいい選手も結構いろんな新しい方法を取り入れてきてるっていう感じなんで、みんなやり始めてると思います。まあじゃあ新しいその落とせる人がメジャーのコーチで入ってきて、まあ、フレーミングスコアをさらにじゃあ良くしようっていうところで、まあ、もっと結構バラエティのある練習方法とかを紹介して、じゃあ選手がそれをこう引き出しとして一つでも多く持ってくれたらなみたいな感じってことだよね。まあ、そうですね、あとは、まあ、選手一人一人にこうその試合のビデオだとか今日はこうだったねっていう反省も、まあ、おそらくキャッチングコーチから個人的に言ってますし、はい、うんまあ、そういった、まあ、練習終わってその日の反省っていうのは確実に絶対するようにはしてると思うんで。なるほどね、はい、まあまあじゃあやっぱこれからもっと結果的な部分でもこれは変わるだろうね、確実にね。そうですね、もう多分キャンプの試合オープン戦でも、もう結果は変わってきてるんで、まあ、確実に新しいコーチが来て、いい方向には向かっていると思います。なるほど。一番古いところから話、古いところとか分かりやすくつなぐと、まあ、昔そのやっぱマネーボールっていうのが、ね、全米中で流行ったじゃん。でそのアスレチックスが、まあ、OBP って出塁率の高い選手を集めると、まあ、結局それが統計的にはすごい得点ができる、まあ、要はああいうお金のない球団がチームを強くするにあたっては、まあ、コストパフォーマンスがとにかくすごいいいっていうところで、まあ、注目を浴びる方法だったわけじゃん。でフレーミングっていうのも基本的には多分その本当に流れと全く同じ、ボトムにある考え方は同じで、やっぱりそんなにこうお金がない弱小球団と呼ばれちゃうようなお金がないようなところとかでも、多分そんなにコストをかけなくても実はできるものだっていうのがまず認識として出てきたっていうのと、やっぱセーバーメトリックスが入ってきて、この統計学の中で、まあ、一番冒頭で上松君言ってくれたみたいに、なぜじゃあフレーミングが重要なのかって言ったら、試合の中で一番機会が多いものっていうのは当然そのボールを取ることなんで、ブロッキングするよりもボールを投げるよりもその順番つけていったら、まずボールを取る回数が一番多くて、その次にブロックが多くて、その次にスローイングだから、まあ、それをこう優先順位つけていくと、じゃあキャッチング、つまりそのフレーミングの練習した方がいいよねって話になって、で言ったみたいに統計学の中では、まあ、そこ のフレーミングのストライクからボールからストライクに取るそのフレーミングの率っていうのを上げれば、160試合とかのマラソンの中では統計的に勝率がかなり変わってしまうっていう、もうこれデータがやっぱセーバーメトリックスの中で出ているので、まあ、そこに対して、まあ、注目して、
やったっていうところが一つだよね。でそれに対してやっぱり専門家っていうかやっぱアメリカ広いから、まあ、プロだけじゃなくて大学の中とかでもすごいこうあのキャッチングのことに長けてる人たちとかいるから、そういう人たちを専門家としてメジャーの組織が、まあ、呼び始めたっていう流れが出てきたっていう感じだよね。まあでもそれもやっぱキャプラーさんね、前回でも話したけどキャプラーさんとかがやっぱ最初に多分その流れ作ってるはずなんで、ね、まあそのキャッチャー全体にこう伝えるっていうことはキャンプ前にもキャンプ始まってからもしてますし、まあその、こうこうこうだからこういう理由でこのフレーミングっていうのをやってるんだよっていうのはもうコーチの、キャンプが始まる前にコーチが全員集まってサムライスコであの2日間まるまるミーティングしたんですけど、その時にもあのどういう理由でっていうのはこう、まあ、全員のコーチに伝わってるんで、まあ、それを今度キャンプが始まってから選手たちにこうあの下ろしてったっていうことなんで、まあでもみんなそのなんでやってんのかっていうことはしっかり分かってると思います。まあ、でもだから面白いのは多分数年前とかの試合とかもそうだけど、ある意味結構今までにしたのと真逆の本当にやってるけど、バックアップスタイルとかもそうだけど、日本語があって